はい、皆さんこんにちは。今回もクラウド釣り始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、実際コメント来ましたね。コメント来たね。びっくりしたね。なんかちょっとちょっとだけ簡単に前回を振り返ると、南部がニート期間をしているときに、もう完璧に自主練を行う上での、かなりギチギチに、自主練レベルとは思えないほどのハードワークのトレーニングっていうのの話を、ちょっと一部分あったと思うんだけど、そのトレーニングを教えてくださいと。なんか、トレーニング知りたい人は募集しますって俺が軽く言って、で、南部が、いやいや、そんなん、いるやついたらやらせるよみたいなくだりがあったんだけど、それの、トレーニング教えてくださいっていう勇気ある若者からコメントをいただきました。びっくりしたね。すごいね。素晴らしいよね。でも、その方さ、前回もコメントくれたりしたじゃん。ごめん、前回じゃない、その前も。そう、だからこのラジオ聞いてくれてるしね、ありがたいよね。ありがたい、めちゃくちゃありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ね、だから俺も。そう、南部がこんな感じなんだけど、めちゃくちゃね、喜んでる。ですよ、本当は。で、俺も結構速攻返したもんね、しっかり。そうだね。なんか、あんまり運動よく知らない俺からしても、なんかすげえ、バッチバチだね、このトレーニング内容ね。そうだよね。結構。でもあれでも、別に全部を書いたわけじゃないから、そう、主に、一部、主にその週末、どこも練習参加できずに自分で試合を想定した強度の練習をやらなきゃいけない時のメニューだから、そうほんの一部だし、まあでもああいう感じでメインに週末はやることが多かったね。で、勇気ある若者にちゃんとトレーニングメニュー一部だけど送ったんだよね。そう、まあリノさんが多分そうだよね、送ってくれてると思うけど、じゃあちょっと勇気ある若者頑張ってください、ぜひ。ねえ、素晴らしいことだよね。そうだね。ねえ、すごい、ちょっと本当陰ながら応援してます。ただああいうのってチームではさ、結構やることあると思うんだよね。俺も高校の時とか大学の時とかチームの練習として、まああれに近いようなメニューやったから、まあそれを参考にして俺自分でメニュー作ったんだけど、あれはやっぱ一人でやるってなるとまた違ってくるから、同じメニューをチームメイトでやるのか一人でやるのかってなると、いや、めちゃくちゃなんかさ、俺そっちの方だと思うんだ、メンタル面だと思うんだよね。あ、そうだと思う。俺もそれをそこを鍛えるためにも、鍛えるっていうか、まあそこを自分に対してね、こうしっかり見せしめるためにもやったつもりだから。彼に言いたいのは、自分でチーム所属してて、まあ、高校生なのか中学生なのか大学生なのか分かんないけど、自分のチーム所属してるにもかかわらず一人であのメニューやるのはちょっと、キャパを超えちゃう可能性があるから。なるほど。アスリートとしてね、アスリートとしての練習内容として、そうそう、やりすぎちゃう可能性があるから、俺はああいう風に言ったけども、まあやりすぎには注意してほしいかな。なるほど、確かに。まあ、参考程度。全部放り込んで何でもやりなさいという昭和のスタイルではないですけどね。そう。やりすぎも良くないし。確かに。自分に見合ったとして、そう。やってもらえる。でもすごい嬉しいね、こういうのはね。やっぱ反応があるってね、嬉しいよね。嬉しい。っていうのはやっぱラジオをやり始めてからよく分かったよね。そう、本当に。ね。なんかこう、キャッチボールっぽいじゃん。ちゃんと帰ってくるのってすごい嬉しいんだなって。そう。わかる。YouTuber とかもさ、コメントくださいとかやっぱ言うじゃん。そう。それのね、コメント一つが、本当にこういう感じなんだっていうのはわかるよね。やってみたら。いや、本当に。だから、ちょこちょこね、コメントはもらってるんだけども、もっといろんな方から、本当にたわいもない、コメントでもいいので、ぜひ。もらって、ね、もらいたいね。ありがたいね。もらえたら。ぜひ。まあ、南部じゃなくて俺のことでもいいし、コメント。全然いい。リノさん、俺らにはさ、俺らこんなさ、好き勝手喋らせてもらってるけどさ、編集とかしてさ、一番大変な思いしてるのはリノさんだから。そう。丸投げだから。そう。だからリノさん、まだわからないじゃん。どんな存在なのか。聞いてくれてる人には。そういうリノさんに対しての質問でもいいしさ。いや、そうなんだよ。本当に、編集ありきになってます、我々のラジオは。いや、本当そうだよね。本当に、南部くんが、すごい汚い言葉使うんですよ。
そこら辺をきっちりきっちりカットしてくれて、なんかあたかも成人のような扱いで南部建造のクラウド3みたいな感じになってますけど、汚い言葉連発してるんですよ。本当にね、そこも編集素晴らしいっていうこともぜひ分かってもらいたい。編集ありきだということ、ね、そうだね、もう頭上がんないね、そこに関しては。そう、いや本当そうよ、マジで、うんうん、なので、まあちょっとコメントどしどし募集しておりますので、うん、ぜひお願いします、はい、ということで、南部くん実はまだこの南部のストーリーを追ってるけども、まだチーム決まってませんと、うん、そう、未だニートだからね。今現状ニートで8ヶ月、しかもなんならもうサッカーやめるかどうかの瀬戸際の状況だからね。まだ現状今この過去編辿ってますけど、南部くんチーム決まってませんと、で8ヶ月経って、うん、もうそろそろいよいよだなっていう多分モチベーションになってる中で、うん、そこからどういう V 字回復をしたのか、ね、まずはニート期間8ヶ月ぐらい経っていてっていうタイミングで、ある吉報が来るんだよね。まあ、吉報、うん、そうだね。そう、吉報がどうかは分かんないか。なんか、もう一縷の光みたいな。そう、ほんと一縷の光だよね。前回話したように、あの、日本での最後のトライアウト、セレクション、ここまでって決めた期限の最後の最後のチームがダメで、うん、あ、もうサッカーやめようって、もう空港で、踏ん切りがついた、その数十分後に、代理人が、だからもう明日の飛行機でタイに行けるんだったら、トライアウト受けれるチャンスがあるよっていう情報をくれて、もうその話に乗っかるしかなかったから、まあ、すぐ折り返してもう明日の便で行きますって言って、うん、まあ、その時は地方にいたから、そっから東京に戻って一回実家に、でその日の夜に行こうと思ったんだけど、うん、あの空港機がなくて、その次の日の朝5時かなんかの飛行機でタイに渡ったみたいな感じ。そもそもさ、南部その時って、うん、もうサッカー選手自体をもう諦めかけてたんだよね、うん、いや諦めたっていうか、だから本当その諦めてないよ、そのここまでにこのチームで最後決まらなかったら辞めるって決めてたのはあるけど、うん、ああそうだよね、だから辞めるっていう心はあったんだよ ね、 ね、あったあったあった、うん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 、ただ今回もダメだったっていう電話が来るまでは現実的だと思ってなかったから、あんまりなんか他人事に思ってたから、うん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 、今回はダメでしたっていう電話が来た数十分後の電話で、うん、あの、うん、タイに行けるならっていう話だったから、本当になんか別に気持ちの整理もできずみたいな、はっていう感じだった。でも測ったような感じだよね、本当に。いやだからびっくりした。タイミングってあるんだなって感じだよね。本当そうだよね。で、うんうんうん、なんでその電話来てからすぐに俺がタイに行けたかっていうのの理由が一つあって、そのね2年ぐらい前に俺がヴェルディユースの育成の時の同期の選手がいるんだけど、うん、で彼が海外とかでもやってて、うん、でその選手が一回俺が JFL でプレーしてる時に、うん、ケンゾーみたいな、どっかの国の東南アジアで、うん、その時 JFL でもらってたお金の倍ぐらいの給料で中盤の選手探してるんだけど、うん、お前行く？みたいな連絡が来たわけよ、うん、へえ。そうで俺その時契約もあるしあったし、うんうん、いや東南アジアかよ、しかもなんかタイとかインドネシアとかじゃなくて、もう少しちょっとマイナーチックな国だったの、多分ね、カンボジア、ミャンマーとかその辺とか、多分その辺だったんだけど、で俺その時にあの、いやちょっと1週間ぐらい考えるわっていう話をしたの。そしたら彼が、いやお前バカかよみたいな、1週間なんか待てるわけねえじゃん、うん、明日来るか来ないかの話なんだから、あ、明日来て練習参加して受かるかどうかも分かんない話なんだから、うん、1週間待ってって言ってたら、世界中にいろんな国の外国人選手がその一枠狙ってくるんだから、うん、お前のために1週間待つチームなんかないよって言われたの。うわー、なるほど。で俺はその時何も覚悟がなかったから、じゃあいいやって言って断ったの、その話を、うん、へー、うん、でそれがあったから、まあ、そこに行けばよかったとかいう後悔はあったわけじゃないんだけど、あ、海外ってヨーロッパだけじゃなくて東南アジアも含めてそういう世界なんだっていうのをそこで分かったの。なるほど。そうだからもう本当に行って勝ち取るか否かどっちかっていうのがあったから、うん、そのタイの話が来た時に、うん、その当時のことも思い出して、まあ、俺は後がなかったっていうのもあるけど、うん、もうこれこのタイミングで行かないと後はないなっていうのが直感的に思って、なんか一歩踏み出せたっていうのもある。あー、つながるね、ほんとそういうところにつながってくるんだね。いやだからね、その時のその、まあ、経験があったからこそっていうのはあるね。なるほどなるほど。もうレスポンスがとにかくもの、今回にもそうだよね、レスポンスがもの言ったんだよね。そうだと思う。そんな、じゃあちょっとそういうところで反省というか、
あの、うん、反省を生かしてね、うん、バッとクイックに朝早朝の飛行機乗って行ったわけだけど、そっからってどういう感じで、うん、だってトレーニング場までさ、たどり着き方すらよく分かんないじゃん。いや、なんかね、その、うん、最初のね、2日ぐらいは、その今も一緒にお世話になって、日本の代理人が一緒に行ってくれたの。ああ、現地でね、はいはい、はい。そう。で、あっちの代理人と受け渡しっていうの、何、こう、つなげてくれて。で、あっちの代理人が、その、期間内は、まあ、面倒を見るというか、アテンドしてくれる形になったわけ、うん。そう、だから最低限の送り迎えとかはしてくれた。ああ、そっかそっか。なるほど、なるほど、うん。それもなんかちょっと恵まれてるね。いや、ほんとありがたい。ただ、うん、もう急に行ったから、もう携帯も繋がらない、うん、使えなかったし。なんか、海外仕様になってないんだ。うん、仕様にしてなかったから。うん、うん、うん。だからもう、いろいろめっちゃ大変だった。で、1ヶ月っていう期間もあるから、ビザの関係で。うん、うん。1ヶ月以内ってことでね。そう、1ヶ月以内に、チームを決めなきゃいけないの。はい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 。そうそう。っていうので、しびれるね。うん。結構大変だったね。そうすると、まあ、日本編から、うん、大変に移り変わったと思うんだけど、うん、大変の1チーム目っていうのはどういうチームで、うん、まあ、1チーム目っていうか大変のその1チーム目がセレクションで決まったところなの、それともどっかいろいろ受けた中で1チーム目がそこだったの、うん、全部で4つ練習参加させてもらったんだけど、ああその1ヶ月ね、そう、で、その1個目の練習参加させてもらったところに最終的には決まった。ああそうなんだ、はいはいはい、そう、ただまあこれもいろいろあって、うんうんうん、最初は本命が 1個しかなかったの、1個のチームが代理人がトライアウトできるかもしれないって言ったチームだったのね。で、着いてから4日後ぐらいに練習が始まるから、うん、着いてからそのチームの練習参加するまでの3日間ぐらいは何も予定が入ってなかったわけ、うん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 、で、そのタイミングで現地の代理人とかが、話をつけてくれて、その最初に決まったカセザートっていうチームなんだけど、うんうんうん、そこの練習に1日だけ行けることになったの。そう。で、そこの練習に1日行きました。で、俺もまあ、そこ本命じゃないし、別に体鳴らすぐらいの感覚で行こうって言ったの。で、俺もそこのチームがどういうカテゴリーなのかもわかんないし、とにかく何もわからず行ったわけ。そう。で、練習参加したら、あ、いいな、みたいな、うん。お前次の日も来い、みたいな感じになって。で、次の日も空いてるから、じゃあ行きますって言って、そしたら、そのまた次の日に練習試合があるから来い、みたいに言われたの。え、うんうんうん。そう。で、まあそこも空いてるし行ったら、うん、その練習試合の相手が、うん、その時のタイ国内全部の1位につけてるチームだったの。だから今日本で言うとヴィッセル神戸みたいな、はいはい、J1 の1位、ね、あ、そうそう、首位のチームだったの、うん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 、で、俺は何も知らないわけよ、相手がどんなチームなのか。ただ相手がどうかも、はいはいはい、そう。ただなんかさ、あのスタジアムのなんかこうサッカー専用のスタジアムの雰囲気とか、うんうん、相手の体つきとかやっぱ全然違うわけ、うんうん、ああいいねいいね、うんうん、ただそのぐらいで、ただ知らなかったんだけど、うんうんうん、でその試合でまあ出させてもらって、なんか俺が点取ったの。あ、その練習で、練習試合で、そう、うん、そう、そしたらそのチームがもう練習にずっと来いみたいになったの。おそう、ただ俺は他の何チームかも行きたかったし、うん、まあそこは正直なんか、うん、まあ、体慣らしぐらいに行ったつもりだったから、何も知らないから俺当時はね。そう、だから後回しでいいやぐらいの思ってたわけよ。そしたらその、だから首位のチームの試合なんて、やっぱ、いろんな代表選手がいたりとか、いろんな有名な外国人選手がいたりするから、やっぱ練習試合って言っても、いろんな代理人が見に来るの。で、たまたま見に来てた現地の代理人が、俺のパフォーマンスを気に入ってくれて、お前、もう一個上のカテゴリーできるから、俺がこう、うん、お前の代理人するから、トップリーグの練習行ってこいみたいな感じでアテンドしてくれたわけ。めちゃくちゃすごいじゃん。そう。で、何も分からず、あ、とりあえず行きますみたいな。で、感じで、まあ、数日後、その代理人と一緒になんかスタジアム連れてかれて、ムアントンっていう、まあ、まあまあタイで大きい有名な名門チームなんだけど、うん、その試合に観客の一人として行ったの、うん、そしたら試合してるわけよ、その俺が練習参加するチームとムアントンが、うん、ムアントンっていうチームが、うん、スタジアムなんか1万人入らないぐらいのスタジアムなんだけど超満員で、うんうん、めっちゃ雰囲気いいの、で俺何、今まで JFL でプレーしてた立場だから、うん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 、え、俺こんなところでプレーできるチャンスあんのと思って、はい、うん、で、終わったら、試合が終わったら、その、ムアントンと、もう一個のチームがあるんだけど、そこのチームのバスに、チームの選手と一緒に乗り込んで、その2日後ぐらいからの練習に参加するために、その、地方まで帰るみたいな。一緒に。いつの間にかじゃあチームにさせられたの？帯同させられたの？ あ、そう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 。試合終了後のチームにいきなり合流して、彼らの街に帰るみたいな。誰こいつみたいなことでしょ？だって。そうだよ、そうそうそう。え？みたいな。うんうん、
ただまあ彼らはなんかそういうの慣れてるのか分かんないけど、うん、別に特になんかこう煙たがる感じもなく。え、コミュニケーション取れたの？え、俺何にも取れない。英語もだって俺イエスタデーもトゥモローも分かんなかったからね最初。いいね、いい話だね。俺現地行った時もちろん対応なんか分かんないし。素晴らしいね、この話。めちゃくちゃ聞きたい人多いと思うけどな。俺の中学校高校の時のその学校での授業に対する態度なんかさ、もう ABC も書けないとかだったから。わかりますよ、わかりますよ。そう、だから最初とか How are you とかさ、How old are you とか聞かれるけど、何言ってるか分かんなかったし。はいはいはい。で、Yes か No かしか言えないみたいな。ああ、そうだね、そうだね、そうだね。で、バス乗り込んで、まあ、とりあえず多分だけど、その彼のスタッフが、おい、ケンゾーみたいな、すっごいウェルカムなの。はははは、いい。なんでこんなウェルカムなのかなと思ったら、お前なんか日本代表チームの経験何試合出てんのみたいに言われたの。で、いや、ないみたいな。そしたら、お前、ディビジョン1かみたいな。で、ないみたいな。え、ディビジョン2かよみたいに言われて、いや、ないみたいな。え、ディビジョン 3? みたいな。で、まあ、で、2、3試合出たとか言ったら、えみたいな。え、じゃあ、ディビジョン 4? みたいな。言われて、面白い。ディビジョン4って JFL のカテゴリーだから、はいはいはい、はい。で、イエスみたいに言ったら、えみたいな、なんだよみたいな感じ、そっから一切話しかけてこなくなって。そう。その前までは、ウェルカム、ウェルカム、ケンゾーみたいな感じだったのに、俺が JFL から来たって言った瞬間、もう手のひら返しして、もう相手にもしてくれないみたいな。結果残して、そこのチームに実際入れてるわけじゃん。うん、まあ、代理人が練習参加の場を与えてくれたわけね。そう、そうだよね、そうだよね。で、そこでちゃんとプレー面も見て、帯同させてもらっていて、うん、いや、まだプレーは見てない、チームの人たちは。あ、そっかそっか、なるほどなるほど。そう、向こうからしたらなんかすごいやつ来たぞぐらいな感じだったんだ。だから J1 とかもしくはその日本代表経験があったとかそのぐらいの選手が来たと思ったんじゃない。なるほどなるほど。でしたらまさかの最終経歴が JFL みたいな。で彼らはさ、その日本のレベルなんか知らないから。しかもやっぱりタイに来る選手って過去を見てもさ、やっぱりこう日本代表の経験したとかさ、J1 でプレーしたとか、うん、そういう選手ばっかりだったわけよ。だから JFL からっていう選手が多分過去を見てもいないから。ああ、なるほどね。これ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 。だからそういう評価だったんじゃない？なんか、それこそね、うん、素人目線、俺の素人目線からその話を聞くと、うん、そもそも東京、まあ、東京って日本か。日本で、プロでやっていた経験値の中で、うん、あの、まあ、タイというか、東南アジアに移籍することって、正直俺からすると、すごく都落ちな感じがするのよ。うんうんうん。そう。あの、レベルが下がってるんじゃないかと。それで、南部は良かったのか、みたいなところぐらいまで思っちゃうのね。うんうんうん。そこら辺ってさ、実際どうだったの？なんかこう、心の心情とか、実際問題とか、そういうところ。え、正直言うと、タイに行くまでは、明確な理由もなく J リーグにこだわってた自分がいたわけ。J の方がいいと思ってたんだ、なぜか。そう、ただもう JL がダメって決まったわけじゃん。っていうのでタイに来て、その、うん、その試合を初めて見たわけよ、タイの試合をね、うん、そう、そしたら、うん、え、俺にもこういうところでやるチャンスあるんだって思って、で、たまたまその時に見に行って合流したチームにタイリーグの得点王の選手がいたわけ。得点ランキングトップの選手が、うんうんうん、で、全部のね、タイの全部のリーグの。あ、そう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 。得点王。うん、得点王がいて、で、アフリカ人だったんだけど、で、まあその選手が、多分、今シーズン得点を取ったら、多分中国のチームに変われるみたいなことを言ってたの。代理人が言ってて。うん、うん。で、多分、そうなったら、普通に奥は余裕で超えるみたいな。手取りで。っていう話を聞いたの。で、相手チームにいる、そのムアントンっていうチームにいる外国人選手も、ほんと多分手取りで、それで近くもらってると思うみたいな話を言ってたの、代理人が。俺、マジかと思って。うん、今まで俺はすごいジェイクにこだわってたけど、うん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 、なんかこんなにお客さんがいる前で、うん、しかも自分の活躍次第で、まあ、そこまでいけるかどうかわかんないけど、うん、その人たちがいけるってことは俺にも可能性があるわけじゃん。うんうんうん、だからこういうところのチャンスを掴める一歩手前まで来てるんだなって思って、へー、そうなったら、もう、都落ちては何でもないじゃん。じゃない、全く違う。逆になんか、ステップアップになるじゃん。うん、うん、うん。井の中の蛙だったってことだよね。それでマインドが一瞬でガンって変わって。へー。俺なんでそこまで J リーグにこだわってたんだろうみたいな。
もっと外見たらいろんな世界、こんないう世界もあるんだっていうのが見て思って、俺ここでやりてえなと思って、俺超単純だけど。あーいいね、いやいやいや、めっちゃ心の感情の変化がめっちゃ分かったわ。そうでもそっからもうコロッと変わって、はい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 、あもうこういうところでやりたいっていう風に思った。で、それでそっからそのバスでその次の2日後だっけ、うん、2日後ぐらいの試合に帯同するっていう形になって、うん、そっからどうなった、うん、それでそのチームは3日間の練習参加予定だったの。うんうんうん。で、1日目は、その彼らはその数日前に試合やってるからリカバリーっていう感じで、本当に軽く体を動かしてストレッチして終わりっていう感じだったのね。うん、で、2日目、まあ、軽い紅白戦みたいな、やったの。で、俺もそこに混ぜてもらって。で、俺も結構自分的には、まあまあいいパフォーマンスもできて。ほう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 。まあ、その次の日の練習で、さらにいいパフォーマンスを出せば、いやー、なんか引っかかんねえかなーとか思ってたわけよ。はい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 、はい。そしたら2日の練習終わったら電話かかってきて、明日のバス用意してあるから帰って、みたいな。言われたの。帰ってってから、もう練習来なくていいから、俺地方のチームに行ったから、もう首都のバンクに戻っていいよ、みたいな。もう来なくていい、みたいな。うん。だからもういらないよっていう話。おや？うん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 。って言われて、え？みたいな感じで。いや、もう一回練習、明日は練習参加させてほしい、みたいな話したら、いやいや、もう来なくていい、みたいな。他の選手探すから、みたいな感じになって。マジか。で、次の日の朝、もう練習着とかもらえたんだけど、もう返せなくていいから帰って、みたいな。うわ、すっげえ。感じで、リアル。次の日の早朝、7時のバス乗って、うん、4時間ぐらいかけて帰るっていう。そんなあっさりしてんだ。いや、そんなあっさりしてる。だからこういう世界なんだと思ったよ。だからそれこそ繋がったんだけど、その数年前に、ヴェルディの時の同期のやつが、チャンスあるよって言われた時に行かなかったって話したじゃん。なるほど、なるほど。その時に、いろんな国からその1個のチャンスを掴んでくるからって話を聞いてたでしょ、俺は。だから、ああそういうことなんだって思って、いろんな選手がいる中の一人でチームが俺のことをいらないと思ったら、俺をバンってもう帰らして、また新たな選手連れてきて試して、そいつがいらなかったらまた新たな選手試すし、もうそういう世界なんだと思って。そう、結局でも評価するのって自分じゃないから、うんうんうん、俺がいいプレイしたと思っても、あっちがそうじゃなかったらもうそれまでだし、うんうんうん、まあだからそういう風のなんかこう身をもって体験したよね、そこで。そうだよね。うん。あとその時に一つ俺すごい経験したことがあって、そのチームのバスで帰ったって言ったじゃん。試合が終わったバスに合流して、その地方まで一緒に帰ったんだけど、チームと帯同して、でなんか泊まるところ用意してもらってたんだけど、その泊まるところがなんかね、なんていうのかな、うん、森林の間にただ一本道がバーッと繋がっててる道があるんだけど、なんかそこの横にポンってあるコテージ、ほんと何軒か立ってるコテージみたいなところに降ろされて、そう、2日間ここ泊まってみたいな、あそこの部屋に泊まれるからみたいな。で、2日後のなんか朝練習の時に迎え来るからみたいな感じ、バイバイみたいな感じバス行っちゃったの。俺一人でそこポンと降ろされて、で、まあ、コテージみたいな部屋で、とりあえずその日寝たんだけど、遅かったし。で、次の日朝飯食いったら、だってもう夜中、夜だったし。で、まあ、次の日朝飯食いったら、え？ないよみたいな感じだな、飯が。ああ、飯がない。そう。で、なんで？うん。だからね、なんて言えばいいのかな。ちょっと難しいな。俺らのイメージする、日本のコテージ、日本の例えばじゃホテルとか、うんうん、ちっちゃいレストランがその中にあってっていう感じじゃなくて、うん、なんて言うんだろうな、ほんと素泊まりするようなコテージだったわけよ、うんうんうん、そうなんだろうね、多分素泊まりが一番わかりやすいかも、うん、ああそう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 、うんうんうん、でなんかちょっとこう受付のところ行ったら、うん、なんかご飯欲しいみたいに言ったら、うん、まあないよって言われて、うん、でえじゃあどうやってこのあと2日間、その人次の日の2日間どうやって過ごそうってなるわけよ。うんうん、確かに、うん、どうやってそうで、何も携帯も繋がらないから、調べられないし、言語もわかんないから話せないし、うん、でとりあえず飯は食いたいって言ってして、なんか、スクランブルエッグみたいなの作って持ってきたんだけど、うん、なんか油ギトギトでも食えるような感じじゃなかったの。まあそれで、まあタイってセブンイレブンがあるから、セブンイレブン探そうと思って、とりあえずセブンイレブンあるか聞いたの。じゃあ3キロぐらい先に行った場所にあるよって言われたわけよ。はぁ、あ。でほうほうほう、3キロか。しかもその時タイミング悪くて、雨季だったの。ほう、最悪。雨季ってもう、ブワーってもうマジで半端ないスコールみたいな雨が超降るの。一日何回も。で、まあ3キロ歩けねえなと思って。で、もう最悪もうタクシー呼びたいって言ったら、こんなところタクシー走ってるわけないじゃんみたいに言われて。バイク借りようと思って、バイク貸してほしいって言ったら、
ここにバイクないって言われたの。でもどうするってなって。何にもねえじゃん。何もなくて、もうとりあえず俺、諦めたらもう食わなくていいやと思って。よっぽどだね、すげえな。そうで、でも、2日後に大事な練習参加、備えてるし、やっぱ食わなきゃダメだし、お腹減るし、ってなって俺、自分で探し行こうと思って、飯食える場所近くにあるか。ああ、探し行こうと思ったわけよ。で、店をね、そう、店かなんかないかなと、屋台かなんかないかなと思って、したらもう雨やばいくて、雨やむの待ってたんだけど、雨なんか止まないから、もう、傘貸してって言って、そしたら傘貸してくれたんだけど、それがパラソルなわけ。でっかいってことそう。で、俺、クソお前パラソル持ちながら、スコールびっちょびちょになりながら、タイの田舎町を歩いていくわけよ。おもろ、おうおうおう。そう。で、屋台もねえし、何にもないわけよ。マジで。車しか走ってないわけ。で、最初俺車とかに止めて、なんか食料こうお願いしようかなと思ったんだけど、まあ言語も伝わんないしちょっとなと思ったから、もうとりあえず歩いてみようと思って歩いたら、ちっこい民家みたいなのがあったの。で、俺そこに行って、うん。民家っていうのは、店じゃない人が住んでる。ああ、人が住んでるところがあって。で、人ん家に行ったってこと？あ、そう、人ん家に行った。なんか超田舎が、田舎にポツ、なんかちょっと、路地裏に入ったところに3つぐらいある家を見つけて、そこに向かってって、そしたら、俺、明らかにタイ人じゃないから、あっちもなんか、ああ、みたいな感じになって、なんかすごい喋りかけてきたの。へぇー、良さそう。そう。でも俺喋れないんだけど、俺とりあえずお腹すいた、みたいな、こう、ジェスチャーで。そしたら、ああ、お腹空いてるんだ、みたいな。え、どこ泊まってんのみたいな、多分言ってて。で、あそこのコテージなんだけど、飯がなくて、みたいなことをジェスチャーで伝えて。そしたら、ああ、分かった。なんか作ってあげるわ、みたいな。へぇ、何それ言われて、で、何がいいかって言われても、何があるかも分かんないから、もうとりあえず何でもいい、みたいな。そしたら、なんか変な写真持ってきてくれて、なんか、6種類ぐらいある写真。で、全部チャーハンなの、同じような。何が違うのか全然わかんない写真持ってきて。で、あ、いいね、面白いね、話。そう。で、俺が、このチャーハンっつったら、あ、チキンみたいな。うんうんうん。あ、オッケーオッケー。チキンとシーフードがあったらしくて、ビーフと。で、まあ、俺がチキンの、じゃあ、その、フライドライスみたいな、チャーハンみたいなのを頼んで、じゃあ作って持ってきてくれたけど。うわ、優しい話。でも、まあ、それも油ギットギットなんだけど、もうそれを優しさと、ただもう空腹すぎて、めちゃくちゃ美味しいの。うわー、いい話、うん。それで、俺まだ食べれるって言われたから、俺がまだお腹空いてるって言ったら、カップラーメンを持ってきてくれて。へぇー、あるんだ。カップラーメン、あるちっちゃいカップラーメンみたいな。日本のものじゃないよ。うん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 。タイのね。で、俺カップラーメン食って、喉乾いた、喉乾いたって言われて、喉乾いたったら、なんか超クソ甘いブドウジュースの中にナタデココが入ったペットボトルのやつ持ってきてくれて、いいね。で、それ飲んで、で、もう本当ありがとうみたいな。そしたらその人がまた来なみたいな感じ言ってくれたの。へえ。だから次の日、またパラソル借りてめちゃくちゃ雨に濡られながら、そこの家行って、またお腹空いたって言って、で、それまた同じもの作ってくれて、同じブドウジュース飲んで、で、俺がお金払うよって払おうとしたら、いいのいいのみたいな。で、いいからいいからってなんか、もらってくれなくて、っていうので、なんとかその二日を過ごして、練習参加でした。すげえ、いい話。ね。すげえいい話じゃん、それ。びっくりだよね。優しかったね。それはすごいね。うわ、すげえな。そんなことがありながら、練習参加を迎えるわけじゃん。そうだよ。で、俺は、その人たちのお世話になったし、このチーム絶対契約して、お礼したいと思ったわけよ。確かに、意気込むよね。そう、うん。栄養があるかないかは別として、食事を与えてくれたし、と思って、相当な覚悟で挑んだつもりが、2日で帰らされた。うわ、現実はそんなに甘くねえと。そう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 。かなわず、その、ご飯たちの後押しはかなわず。全く叶わなかったね。うん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 。じゃあ果たしてチームはいつ決まるのかって感じだよね。前置きめっちゃ長くなっちゃったけど、まあそれが2チーム目で。2チーム目。そう、3つ目の本命のチームがその後行けるわけよ。はい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 。で、1週間の練習参加したんだけど。うんうん。1週間できたんだ。蓋開けてみたら、なんか練習してる最中もなんかおかしいなと思ったの。
なんでかっていうと、チームに外国人選手って4人しか登録できないのに、外国人選手4人いるわけ。あ、すでに？で、俺一人でなんか5人目の外国人でして練習してるわけ。で、その当時の俺の代理人は、大丈夫大丈夫、一人クビになるからっていうので、俺は一人去るのが前提で、一枠空くからそこに俺が練習参加してたみたいな感じなんだけど、普通に全員、全然去る予定もない、契約してる選手だったの、蓋開けてみたら。だから何にも可能性がないチームただ練習したみたいな。何だったのそれ。そうで、面白いのがタイの人たちも言わないわけよ。多分だけど、仮に俺がそこでスーパーのプレーしたりとか、明らかにその在籍してる4人の選手のパフォーマンス上回った時にの保険、意味わかる？ああ、なるほど。もうなんか切れちゃうんだね、そっちの契約をね。そうしたら多分その4人のうち1人切って俺を取ることもできるわけじゃん、最悪。はい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 、はい。だからあっちは来るもの拒わずみたいな感じなわけよ。うんうん。そうだよね。いつでも契約切り替えられるってことだよね。そう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 。うんうんうん。だからまあ、俺は結果的にはもう、蓋開けてみたらただただ時間を無駄しちゃったみたいな。その他のチームに練習できるチャンスの時間を無駄にしちゃった期間になって。はいはいはい。あ、そうだよね。1ヶ月しかないんだもんね。そう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 。そうだよね、うんうん、で結局その期間があったからビザのその30日っていうの切れちゃうからもう帰らなきゃいけなくなって、うん、うん、あ、もう取っちゃったんだ、うん、あ、そう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 。で結局、うん、その最初のチームは合否が来ないまま、で2つ目は2日で帰らされて、3つ目のチームはダメだったじゃん、はいはい。でどこのチームも決まらず日本に帰ってきた。あ、じゃあそのタイの1回目はのトライアルは惨敗だったってことか。そう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 、全部空振り。そこからどうつながってくんの。それで唯一可能性があったのはその最初のチーム、カセサートっていうチームなんだけど、うん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 、ただそこは外国人がもういます、4人。ただ1人その韓国人選手をクビにしてブラジル人選手を連れてきたいみたいな、うん、ただ俺の可能性はほぼほぼないみたいな。だからただちょっと1週間待ってほしいって言われて、日本で帰国してから1週間待ったわけ、返答もね。そうしたら2週間何にも音沙汰なしで、だから2週間待ったわけ。なんかありそうな話だな、俺も慣れてきたわ。そう、そしたら2週間後に代理人から連絡来て、健三みたいな、今回そのタイの唯一可能性あってカセサートっていうチームも今回ダメだったみたいな。うん、そうだから次タイで探すとしたらその半年後の次の移籍期間が空くタイミングで探すしかないから、今回はとりあえずタイもダメでしたってなったわけ。はいはいはい。あ、そうなんだ、うんうん、そう。でももうダメだなっていう、これ以上、うんうんうん、はい、日本でもダメで、はいはいはい、タイでもダメで、あと半年も待てない、はいはいはい、はい、あ、もうこれはもう無理だなって思ったわけ。うわすげえ。じゃあもうその時は どういう感じ、もう完全にサッカーはって感じ。そう、もうその時はなんかね、あんま実感がなかったんだけど、うん、まあまあまあもうダメだったんだなっていう、もうダメだ、もう切り替えようみたいな、うん、もう切り替えなきゃいけないなっていう、もうサッカー選手として食っていくのはもう難しいんだなっていう。あ、そう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 、もういいやって思った、正直。おうおうおう、うん、もういいやと思って。じゃ本当に本当にもう全てのチャンスが失われた時だもんね。そう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 、おう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 。で、とりあえず、うん、その期間ね、チームが決まんなかった期間、荷物も大阪にあったりとか、なんかいろんなところ転々としてたから、その一回荷物をまとめるために、一回、今その時東京にいたんだけど、まあ大阪戻ったりし、荷物まとめて全部一回東京に拠点を置き直そうと思ったの。で、その大阪に帰る前に、俺の母親の誕生日があったわけよ。うん、だから、その家族で母親の誕生日を祝ってから、大阪から戻って、荷物をまとめようと思って、その会で契約できませんでしたっていう連絡から3日ぐらいは東京にいる予定にしたの。うんうんうん。で、母親の誕生日の前日かな、なんか多分みんなってか、なんか家族それぞれでご飯作ったりして、うん、母親の誕生日の準備をしてるタイミングで代理人から電話かかってきたわけよ、うん、そしたらいきなりそのカスタードっていうチームからやっぱ急遽オファー来たみたいな、うんうんうん、なったわけで、みたいな、うんうん、亡くなったんじゃないですかって言ったら、うん、韓国人選手を、うんうん、あったね、ブラジルの人を取りたいみたいな、新しくブラジル人選手を取りたかったんだけど、その選手とお金で交渉で揉めて取りたい選手が取れなかったみたいな、うんうん、直前でブラジル人選手が契約を拒否したみたいな、うんうん、でそうなった時にブラジル人に払う予定だった金額を
下げて、うん、他のブラジル人を取ってくることにしたみたいな。で、そうすると韓国人選手辞めさせるから、うん、韓国人選手が使ってアジア枠が一枠空くみたいな。うん、うん。で、そこに俺を持ってくるみたいな。へぇー。感じになったわけ。意味わかる？わかるよ。そう。で、うん、それまた、もう明日契約するから、明日タイ行こうみたいな言われたの。で、どんだけ聞いたの？母ちゃんの誕生日？そう、せめて母ちゃんの誕生日祝わせてくれよみたいな感じになるわけよ。まあ嬉しい反面ね。で、わかりました、とりあえず行きますみたいな。で、バーって階段降りて下行って、お母さんとかが誕生日の準備してる最中に、俺一件オファー来たから明日からタイ行くわみたいに言って。うわ、すっげえ。そう、お母さんが、あ、そうなんだみたいな。うん、いや、ドライだな。そう。で、まあ、その時、嫁もいたんだけど、あ、そうなんだ、よかったね、みたいな。で、もう、とりあえずもう、行かなきゃいけないから、に、荷物まとめて、行ってくるって言って、うん、俺もう、リュックサックと、ちっこいスーツケースに、スパイク2足か3足と、あと、靴下2足、パンツ3枚、ズボン2枚、うん、T シャツ3枚だけ入れて、いいね、国内旅行みたいな。タイに飛び立った。え、それって契約してもうそのまま向こうってこと？いや、それで行って契約した、うん、ああ、そういうことか。だから行く契約するとは口約束、口頭約束はしてるけど、実際に契約できるかどうかハテナなわけよ。そうだよね。そうだから正直よくわかんないまま、とりあえず飛んで契約を待ったみたいな感じ。え、契約を待った、向こう行ってすぐには契約できなかった？そう、まあ現地着いて、現地着きましたっていうのを連絡取って、うん、そしたら3日ぐらい連絡来なくて。嘘でしょ。そう、3日ぐらい連絡来なくて、何ってなって、もしかしたらまあこれも契約無理かなってなったわけよ。バックレ的な。そうで、もしかしたら代理人も、もしかしたらそれあるかもみたいな話してたの。ちょっとやっぱ何が起こるか分かんない。そう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 、サインするまでは本当何があるか分かんないから、まあそれもちょっと覚悟しといてみたいな。ただとりあえず行かないことには何も始まらないみたいな、現地にね。で、結構めちゃくちゃな話なんだけど、正直。そうだ。で、3日ぐらい待って、したらなんか移籍期間っていうのもあるから、移籍期間が閉まっちゃうのがどんどん締め切りに近づいていくわけ、日に日に。で、まあ3日、そう、もうただでさえもう迫ってるわけだから。で、その行って3日間空いたら、もうどんどん迫っちゃうわけよ、その締め切りがね。で、結局着いた4日後ぐらい、締め切り2日前ぐらいに契約書が届いて、で、すぐそのチームに行って、サインして、なんか変なタオル持って証明写真撮って、契約みたいな。なんかあるよね。なんかプロ選手やってるよね。うん、そう。しょうもねえ。俺、しかもその時はマジなんかしょうもねえ。なんか、お前これやる気なさすぎだろ、みたいな写真撮って。なんかただ俺はその証明写真撮るみたいなのしてたから、タイのなんかパチモンの T シャツ屋さん行って、なんか建造のシャツを買って、俺の名前のそれ着て証明写真撮った。でもとりあえず無事入団できたんだね。いや、そうだよ。それがなかったらもう終わってるし、それがあって今に繋がってるからね。すっげえな。なんかちょっと怒涛だったね。いやいや、もう怒涛でしかないから、もう意味わかんないよね、普通に。あ、もうみんなにもう怒涛だったなぐらいな感じ。うん、いや、なんかもう何もなんかもういろんなことが瞬く間っていうの、瞬く間に過ぎ去りすぎて、うんうん、瞬く間って言葉が一番合うな。思考がついてかないみたいな感じだった、その時は。うん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 。で、気づいたらなんとか契約できて、サッカーできる場所が与えてもらったって感じ。うわー、掴んだんだね。うん。なんかさ、もうめちゃくちゃ瞬く間にこうやって移籍できないとか、向こうで、コーチプレイをかまされるとかさ、いろんなことがあったわけだけど、うん、それで今こうやって振り返ってみるとさ、どういう風な感情なの？言葉になってると。いや、もう一言で言うと、うん。いや、行動した者勝ちなんだなっていうのはそこでめちゃくちゃ痛感した。うんうん、あー、確かに。もうなんか飛び込んだ者勝ちなのかな、勝ちか分かんないけど、飛び込まなきゃ何も生まれないのかなっていうのはすごい感じた。なんかもう考えても何も起きなかっただろうし、うん、まあ、とにかく目の前にあることに飛びついて可能性を探ってった結果だったから、なんかこの行動することってなんかさ、サッカー以外にもやっぱ大事じゃん。うん、いいアイデアがあっても行動とかしなかったら、それはなんかものには変わっていかないし、うん、うん、確かに。
そうそうっていうのもあるじゃん。ビジネスでもそうだし、うん、スポーツでもそうだし、いろんなことにつながる部分だと思うんだけど。うんうんうん。確かに。なんか、今さ、何か思い立って、外に出て、うん、どっかに行くとかっていう行為よりもさ、なんか壮大に聞こえちゃう。うん、今、日本からタイみたいな感じで、こう、ちょっと壮大に聞こえちゃうからそうだけど、思い立ったら行動みたいなのって、すごくどこにでも溢れてる中で、なかなかできないもんね。うん、いや、そうだと思う。今までのその自分を振り返ってみても、国内ではさ、サッカーに関しては、多分、人並みに行動したつもりだったけど、ただやっぱね、実際にその外に出てみて、いろんなところに行ってみてっていうのを振り返ってみると、やっぱりね、行動したからこそ、たどり着けたんだろうなっていうのはめちゃくちゃ感じる。うん、なるほど。実際そうだよね。ベルディの人から、ちょっと来いよって言ってさ、移籍話を持ちかけられた時にはさ、1週間後っていう回答をしてた南部が、うん、今回は翌日に行ってるわけじゃん。ね。それで契約を掴んでるわけだからさ。やっぱり即、こう、思い立ったら行動っていうその南部の言葉は、本当に実際リアルなんだな。まあ、マジで結果論だけどね、この話に関しては。本当にいろんな偶然が、と、まあ、奇跡みたいなのがさ、うん、俺一人の力じゃどうにもならないようなパワーが重なりにあってさ、うん、なんとかこう、契約にこぎつけた感じだから。うん。まあ、結果的にね、そういう行動の大切さを知れたけど。うん、なるほど。よくも聞こえるけどね。そう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 。本当危ない、うん、危ない危ないっていうか何があったか分かんないよね。うん、いやでもそれ本当そんな気がするわ。うん。なんかね結果的にさなんかハッピーあの素敵な人に出会ってご飯食べさせてもらってる。そうじゃない可能性だっていくらでもあるわけじゃん。そう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 。すげえ。なかなかビビったよ。なんかちょっと俺は今このラジオでも結構怒涛のように南部がぶわっと喋ってくれたわけだけど、とりあえずチームが決まったっていうところで一回ちょっとクローズしておこうか、うん、そうだね、うんうん、次は、チームが決まった大変の、まあ、1年目っていう感じになるのかな、うんうんうん、っていうのをまた次お届けできればと思います。ということで1チーム目がとりあえず決まったというところで、今回は結構、そうだね、うん、サッカーじゃない話が盛りだくさんだけど、この過程は相当俺の中で面白かったかなと思いますので、ぜひここら辺もコメントもらえるような、うん、ラジオになってればいいなとは思うんだけど、まあ、またリノさんお願いしますってことで、うん、結構話した？そんなことない？いや結構ね、多分これ編集でいろいろスマートにはなると思うけど、うん、結構怒涛のように喋ってます。あなた、そうだね、うん、結構いただきましたよ。たった1ヶ月だけど、なかなかね、記憶に残る出来事多かったからね。やっぱ普通の1ヶ月とは違うね。違ったね。うんうん。まあまあまあ、今回チーム決まって、この後もまたチーム決まっちゃったのもいろいろ大変だったからね。うん。ちょっとここら辺は、やっぱ大変はちょっとこう、面白いね。日本人の常識とは違う感じの話になるから。そう。この後、チーム決まって、普通にタイのバイクのタクシーの運転手にナイフ突きつけられそうになったこともあるからね。要は匂わして終わるだよ。バカなげえナイフ持ってたらしいからね。マジ危なかった。じゃあ次は、ナイフ編っていうことで、ぜひご期待ください。ああ。次はナイフ編で人を返しに行けるわ。行きましょうか。ぜひナイフ編で。まあまあ、今回は、俺もある程度その期間内のこと話したからいいかな。ということで今日はこの辺でしときますか、はい、しときましょう。はい、今回もクラウド3を聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。クラウド3は Twitter をやっているので DM やコメント気が向いたらお願いします。ラジオはまっさり聞いてください。はい、それでは今回もクラウド3を聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございました。